N 順はスムースジャズのために心から愛したヘビーメタルとの別れを決めました。彼のアルバム私のハートは最終兵器は世界中でナンバーワンのヒットを記録しました。3時から3時半までホテルのバーで演奏する予定です。ニトラス・ブリューはムササビと間違われて捕まり閉じ込められました。彼は今リパールーの脅威の部屋へと送られ、それはそれは立派な剥製として展示されています。オキサイドは刺激を求めカフェインにどっぷりとハマりました。そしてエナジードリンク会社の広告マンとして仕事を見事ゲットしました。現在は中毒のリハビリと泥沼の離婚問題で苦しんでいます。主人がいなくなったコルテックスの実験室では助手たちが仕事を求めていました。彼らがコルテックスの飛行船を改造して作ったヒーリングパワーストーンの店はてんやわんやの大繁盛です。リンゴダイルはレストラン事業をチェーン展開しました。リンゴのレストランは生き馬の目を抜くファミレス業界でトップを争う存在になりました。しかし健康条例違反があると発表されたため支店は全て閉店。本店は非難されながらも営業しています。パウナはエルドラド、シャングリラ、そしてアトランティスへの遠征を成功させた後、シュマサントレイクという嫌味な男と短期間付き合いました。今は冒険中心の生活に戻るためちょっとお休み中です。最近スクラップブックを作り始めました。上手とは言えませんが上達はしています。ココは世界で初めての自動飛行カーの発明には失敗しましたが、その後 e スポーツのチャンピオンとしてその名を轟かせました。皆さんキックアスココをフォローして超いいねボタンを。時間博士2人組がクラッシュに計画を阻止された後どうなったのかは分かりません。ですが悪の天才をぺちゃんこにするのはゴキブリを潰すより難しい。私についてそうですね、一言で言えばとても元気にやっています。